重曹の注目度が高い層なので、酸アルカリ論を語ってみたいと思います。まあ、pH 値ってやつなんですけれども、0が酸性、で、マックスの14が、アルカリ性です。で、その中央が、まあ、中性ということなんですけれども、で、重曹は pH 値が 8.5 と、まあ、それほどアルカリ性に偏ったものではないみたいです。で、14まで行くと、それは水酸化ナトリウムというもので、まあ、洗剤系に含まれてるんですね。ハイターとかパイプクリーナーとか、かなり強力なやつなんですね。だからアルカリもね、その強すぎると、まあ、かなり危険なものになりますね。で、この重曹のこの作り方ってどんなもんなのかなと思ってみるとですね、なんか、まあ、結構やっぱ生成されてる感じがあるんですよ。電気分解、調合、炭酸化、分離洗浄、乾燥とかね、なんかそんな感じで作ってるみたいなんで、この重曹を自然派なものなのか化学薬品と捉えるのかっていうのが結構悩むところなんですよ。というのもですね、その立派な化学薬品のようにも思えるけど、自然界のあらゆる水にも含まれてたりするんですね。まあ、海、川、温泉とかにも。で、それは絶えず汚れを分解したり、もうそう、こう地球の浄化システムに大きな役割を持っているということなんで、で、人間の体の中のその血液とか細胞液や、その唾液にも含まれていると。で、胃酸を中和して、潰瘍を防いだり、虫歯菌が歯を溶かすのを防いだりとか、あらゆるこの体内のその環境を整えてくれているんで、この昔から重曹っていうのは休むことなく働いてくれているみたいなね、そういう捉え方もあるので、これ自然派なものなのか化学薬品と捉えるのかっていうのは何とも言えないですけれどもね。で、その重曹の栄養成分ってどうなのかなと思ってみると、エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、これはもう 0g で、これはもう0カロリーというやつですね。食塩相当量っていうのがあるだけで、まあ、重曹は確か、正式名称が炭酸水素とナトリウムなんですね。だから、まあ、塩気があるものだということですね。で、まあ、重曹の使い道としてはよくね、洗い物とか、まあ、あと食べ物に使ったりとかね。まあ、最近ではやっぱり、歯磨きとか、がんの、対策にね、重曹っていうのがまあ注目されとるわけなんですけれども、で、まずはこの重曹歯磨きについて、ちょっと考えてみたいんですけれども、まあ、ナトリウム系なんでね、昔から塩で歯を磨くみたいなもんはあったと思うんで、まあ、それに近い感覚でしょうか。で、塩には殺菌効果がもともとあると言われてますからね。で、口の中のその原因菌、まあ、虫歯菌と言った方が分かりやすいのかな。虫歯菌は糖を取り込んで、あのプラークを作っていくと。なんかやっぱ甘いものたくさん食べた時ってすごいなんか歯にねプラークができるんですよね。で、野菜と味噌汁しか食べてないっていう時って全然そのプラークないですね。なんか舌で歯を触ってもなんか全然ツルツルで、でも甘いもの食べた時はなんかザラザラしてね、歯磨きたくなりますよね、なんか自然と。で、このプラークが増えれば増えるほどこの虫歯菌も増殖していって、で、その虫歯菌っていうのは酸を作り出すんですね。だからやっぱりそのアルカリでね歯を磨くっていうのはすごく理屈的にもまあ間違いないなと思ってるんですけれども、だからアルカリである重曹とかね、塩で歯を磨くっていうのは当然効果的だと思います。で、うつ病の方っていうのは本当に歯がボロボロな方がなんか割合多いって聞くんですけれども、まあ大体ね、糖質中毒だったりしてね、甘いもんばっかり食べてるんでしょうから、だからものすごく酸性に偏るわけですよね、口の中がね。だからそういった方はもう特に重曹歯磨きっていうのはまあおすすめになってくるのかなと。
で、まあ理解力がある人は臨機応変にやっていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。今日食べたもので、何で歯を磨くかを決めるみたいな。今日はまあ塩で十分かなとか、糖質がっつり食べてもうプラグだらけやから、もう重曹で一気にいったろうとか。で、砂糖を全然口にしてないから、もう磨かんといてやろうみたいな。もうそんな感じでいいんじゃないかなと思ってます。で、次、重曹のがんへの効果。これについて考えていきたいと思います。これはですね、まあ、そこそこリサーチ深くまでしてるんですけれどもね。だから、ちょっと本質的なお話でいきたいなと思います。ちょっとね、独自の理論にもなっちゃうんですけれども、まあ納得していただける方もいるかなと思います。そのがんがカビでできているから重曹が効果的っていう話が結構よく聞くんですけど、僕はがんがカビかどうかっていうのはもう一旦置いといていいかなと思うんです。そこはそんなに重要ではないと思うんですよ。がん細胞っていうのは低酸素の環境が好きなんですよね。これはもうご存知の方多いと思います。だから35度台の低体温とか低血圧の人はもう体中が低酸素なんで、がん細胞が元気になりますよね。そしてがん細胞が酸性の環境を広げるんですよ。これはちょっと虫歯菌と似てますよね。虫歯菌も糖をたくさん取り込んで、プラークいっぱい作って、でプラークの中でさらに大増殖して、その酸をどんどん出していくわけですからね。もうその理論と全く同じだと思うんですよね。で、そのがん細胞は乳酸を増やすっていうのは、これ西洋医学も普通に科学的根拠としていろいろ論文が出てるんじゃないかなと思うんですけれども、でがんの周囲には乳酸がね、やっぱ蓄積していると。で、がんの環境が酸性に傾くっていうことを、もうこれ、論文であるみたいです。その西洋医学の科学的根拠もしっかりあるんですよ。がん細胞は酸性の環境を広げる。ね。もうそれだけでもう、なんかいかにもアルカリが効果的な感じがしますよね。そして、あとポイントになるのがですね、酸性の環境下では、細胞は呼吸がしづらくなる。これ結構ポイントなんですよね。酸性の環境下では細胞は呼吸しづらくなる。低酸素の状態になるってことですよ。酸性の環境が低酸素を作り出しているっていう考え方もあるわけなんですよ。だから、細胞のその酸素量っていうのは pH レベルと直に関係していて、pH が1つ上がるごとに10倍細胞に酸素が届きやすくなるっていう説もあるんですよ。これはね、なんかいろいろとその説はいろんなものとつながってくるんで、僕は信憑性が高いなと感じてるんですけれども、だからその体の低酸素状態っていうのは、実は pH 値を整えると好転する可能性があるんですよね。で、海藻とか野菜、大豆、この辺のアルカリ性食品で、やっぱりそのね、腸内とか調節するのがいいと思うんですけれども、やっぱもう、がんの方っていうのは、やっぱ酸性の環境がどんどん押し広げられるんで、もう重曹でもう一気に手っ取り早く、アルカリの環境にしちゃえばいいのかなと、思ったりしますね。だから本質的に考えると、本当に、がんがカビかどうかっていうのは関係がないというか、まあ重要ではなくて、とにかく細胞に酸素を届けることを最優先に考えるべきかなと。がん細胞に酸性の環境を広げさせない。糖質を避けて pH を中性に近づける。で、それプラス運動とか体を温める行動を取ればもう大丈夫なんじゃないかなという感じですね。じゃあ次、健康な人が予防として pH 値を意識しようと。
というお話に行きたいと思います。自炊でねバランスよく食べてる人にとっては重曹は不要だと思いますね。ただ外食漬けの人で酸性に偏ってる人っていうのは、やっぱり偏りがひどい人は重曹で整えるっていうのがまあ、いいんじゃないかなと思いますね。で酸性の食品っていうのは、ご飯小麦のその穀類ってやつですか、穀類と、肉と魚介類ですよね。でアルカリ性食品は野菜、豆、キノコ、海藻、あと梅干しっていうねちょっと特殊例もあるんですけれども、で人間が健康でいるためには血液とか細胞液、これらがもう弱アルカリ性に保たれている必要があるんですね。でそれらその体液がこう酸化すると血が黒く濁って排泄障害、まあ便秘のことですね。で内臓機能の低下、これはまあ環境が悪いってことですね、お腹のね。でそれらが長く続くと慢性病になっていくということですから、でベジタリアンはやっぱりアルカリに、ね、逆に偏ってしまうんでちゃんと酸性食品も食べないといけない。で外食でご飯と肉ばっかり食べてる人はアルカリ食品を多めに取らないといけないと。外食の日々っていうのは本当に酸性に偏りますね。もう外食って言ったらもう牛丼、ラーメン、カレー、パスタ、ハンバーガー、パンケーキとかね、これはもう全部酸性ですからね。野菜なんてほとんど入ってないです、外食は。でどうして外食店はそんなにこう野菜をないがしろにするのかっていうと、まあ、これはまあお客が悪いんですけどね、お客が求めてないんでしょうね。だから野菜中心のお店みたいなことをやっても受け入れられないんですよ、ほとんどの人に。やっぱり多数派の人っていうのはもう肉とご飯なんですよ。肉食ってご飯で追いかけるっていうのがもう最大の幸せで、腹持ちもいいんでしょうね。だから商売する側の気持ちに立てば、すぐ分かることですね。やっぱり安い小麦とか米でもうね腹を満たさせればもう客は満足すると、で野菜っていうのはもう好き嫌いが結構あるんで、まあ、リスクがあるんですよ。まあその程度のレベルの話でね、安いね穀物類とあと肉はもう麺つゆと味の素ベースですよ。砂糖と味の素、これも中毒性が高いですからね。やっぱりねご飯と肉で商売していくのがまあ飲食店としては手堅いわけですよ。でその外食漬けの人はね、本当にもう今日はもう野菜食べたいなと思ってもそんな店はないんですよ。例えば定食屋の弥生軒とか飯屋、やっぱりね定食のメニュー見ても野菜なんかちょっとしか入ってませんよ。ほとんど肉とご飯で、中華料理屋で野菜炒めをね食べたろうと思ったらさ、まあ高いこと、野菜炒めって肉より高いんですよ。野菜はなんでか分かんないけど外食だと、本当にね野菜炒めは本当に値が張りますよ。だからまあ多くの人は、特にね男性陣はねもう米と肉、女性はハンバーガーですよね。どちらかというとパンとかそっち系に行きますからね。まあはっきり言ってもかなり酸性に偏りますよ、そんなもんばっかり食べてたらね。次はpHバランスの良い自炊について。まあわかめご飯、これすごくいいですよね。こう中性の食品なんですよ。塩とわかめはどちらかというとアルカリで、ご飯は酸性、合わさって中性になると。で、有名なのはわかめと卵のスープですね。海藻類はアルカリ強めで、卵っていうのは強い酸性なんですよ。でこれね相まって中性になると。であと食パンとゆで卵、これが酸性ですね。だから食パンとゆで卵を食べる場合は野菜たっぷりにすると。
サラダもたくさん摂る。これでまあ中性になります。だからまあ全体通してちゃんと中性になるように心がけるのがまあ理想かなと思いますね、毎回。まあ、僕は今のところ重曹っていうのは全然活用してないんですけれどもね。もう理屈で分かっていれば、もう自然な食品で腸内環境を整えるのがもう最善だと思っているので。ただやっぱり癌の方とか、もうそもそもね、その生活習慣がもう悪い人っていうのは、重曹を使ってもう強引に調節するっていうね、それはまあ良い手立てなんじゃないかなと考えています。